はい、ヨシキズノンアレルギーブリアンテーブルクッキングチャンネルのヨシキです。今日はですね、ホワイトソース、別名ベシャメルとも呼ばれていますね。まず牛乳がダメな人が結構多いかな。牛乳がダメな人は、ベシャメルを食べられないということで、今日は牛乳の代わりに、いつも僕が使う豆乳とライスミルクを使用します。で、小麦粉、ね、小麦粉を食べられないっていう人、グルテンフリーやってますっていう人なんかはですね、今日は、くず粉でいきます。くず粉もしくはとろりとするものであれば何でも構いませんので、小麦粉がない場合、米粉、片栗粉、タピオカ粉、コーンスターチ、あとそば粉とかでも大丈夫ですね。今日はですね、くず粉でやりますよ。では、今日材料をちょっとご説明します。まず液体もの、豆乳とライスミルクです。いいかな、豆乳とライスミルク。豆乳は無調整豆乳ですね。甘みとかついてないやつです。で、豆乳だけでも大丈夫なんですけど、ちょっとミルキーにするためにライスミルクが入ってます。まあ、なくても大丈夫です。まあ、他にアーモンドミルクだったりとか、他のナッツミルクでも大丈夫ですね。と、油、今日は菜種油なんですけれども、結構焙煎が濃いめというか、香りが結構強いやつを使ってますね。色が濃いやつで、くず粉と塩と胡椒と、あとナツメグ、できればこのヨーロッパでよく売ってるような、こう削り付きのナツメグですね。これがあると非常に便利です。で、まあ、作り方は簡単で、混ぜて加熱しておしまいです。はい、じゃあ作りましょうか。じゃあ、まあ順番は何でもいいんですけれども、どんどん鍋に入れていきましょう。どんどん鍋に入れていきます。このくず粉がね、こういう塊になってるタイプと、すごい微粉の粉になってるタイプとあるんですけれども、くず粉微粉のやつだとね、すごい飛び散るんですね。なので、ブロックになってるタイプのものが結構多かったりするんですけれども、ダマになりやすい。まあブロックになってるから、そもそもダマになってるから。なので、できればですね、使うときはバミックスとかで混ぜるか、まあ、あらかじめ、溶いておいてください。たまらない。はい、で、香りがするもの、例えば胡椒とかナツメグとかっていうのはですね、できるだけ直前の方がいいんですね。なぜならばですね、香りっていうのはすべて揮発性ですね。揮発していく。まあ、分かりやすいように一緒に全部入れちゃうけれども、もしもお家で作る際はできるだけ、食べる直前に入れるようにしてください。あはははは、よくある、これよくあるよ、本当だよ、よくあるんだよ。で、もうほんととろみがついてきたの分かりますか。で、こういうくず粉系とかって、ね、結構ダマになります。一見最初ダマになるんですけれども、こうやって混ぜていくとですね、こうやってほらダマがなくなります。焦らない。で、本当に怖い方っていうのはですね、本当に弱火でやってみてください。今は結構強火から飛ばしましたけれども、このぐらいのとろみがついたら、ホワイトソースの完成です。やや黄色いですね、豆乳を使っているので豆乳色です。ごめん、大外れだった。そう、だから簡単なんですよ。はい、じゃあ完成なので、ちょっと味見ね。ほら、このぐらいですね。おいしい。で、ですね、ホワイトソースの注意点が一つ、冷めるとちょっと硬くなります。作りたい量に合わせて濃度を調整してください。別にそれは水だっていいんですね。水を加えるでもいいし、使ったミルクですねを加えるでも構いませんので、伸ばして濃度を調整して使ってください。もうね、そうこう言ってるとほら硬くなってきましたね。普通のホワイトソースとの違い、やや餅っぽいです。ちょっとね、酢豚のとろみより、わかりますよ、酢豚とか、あと麻婆豆腐とか。はい、それではですね、今日作ったホワイトソース、このホワイトソースがあればですね、グラタン、ラザニア、ドリア、シチュー、パスタが作れます。非常に便利なので、ぜひぜひ作ってみてください。またね。